ベートーベン、ピアノソナタ第14番 A 波単調、作品 27-2、月光。ベートーベンのいわゆる三大ソナタの一角にして、最も人気のあるピアノソナタといっても過言ではないこの月光。この曲の人気については、実は歴史が長く、なんとベートーベンの生前から非常に人気があって、ベートーベンはこの曲ばかりを求められることに苦言すら呈していたようです。詳しくは以前の動画で話したので、リンクをこの辺だなに貼っておくので、そちらをご覧ください。そんなわけで、史上最も偉大な音楽家ベートーベンの作品の中でも最も人気のあるピアノ作品であるこの月光ソナタは、古今東西様々なピアニストによって演奏されてきました。しかし最近気づいたのですが、ベートーベンはこの曲の第3楽章で2小節間ほど奇妙な指示を残しており、そしてその不思議な指示は、実は私が知る限り名のある一流ピアニストのほとんどが守っておりません。少しその部分を流してみましょう。これは少し前に私が指導している大学での空き時間に練習がてら iPhone で録音しただけのものですが、一般的な演奏にはなっていると思います。どうぞお聴きください。お分かりいただけたでしょうか。皆さんもよくご存知の月光ソナタもこんな感じだと思うのですが、実はこの演奏、2小節ほどベートーベンの指示を完全に無視して弾いております。答えを言ってしまうと、ペダリングについてなのですが、ヘンレ版の楽譜を見直してみたところ、この曲はどうもベートーベンがピアノソナタの中では初めて彼自身によってペダリングを書き込んだ作品のようですね。ただこの曲に関してベートーベンは具体的にはペダルを踏めとは書いておらず、なぜなら当時ベートーベンが使用していたバルター・フリューゲルの楽器にはダンパーペダル、つまり現代のピアノでいう右のペダルですね。それと同様の機構はあったものの、それはペダルを踏むという形ではなく、膝を持ち上げるというような形で使用したようです。そのためベートーベンはこの作品では、我々のピアノでいうとこのペダルを踏めというような指示を、ペダルを踏むではなくセンツァソルディーノ、つまり弱音機なしでという意味で書いております。またペダルを踏まないところはコンソルディーノ、つまり弱音機ありでと、そういう特殊な指示で、書き残しているわけです。勝手なイメージですけど、ダンパーを、弱音機と見立ててそれを外すようなイメージでしょうか。ちなみに、この作品の第一楽章はずっとセンツァソルディーノで弾けと書いてあるので、現代のピアノで言うなら右のペダルを踏みっぱなしでという意味になりますね。この部分についてはすでに様々なピアニストによる解釈が行われております。今から少しそれについて以前アップした1分間の動画を流しますが、見たことある人は1分飛ばしてください。それではどうぞ。アンドラシュシフの月光ソナタの解釈に関する疑問。ベートーベンの月光ソナタ第一楽章に書かれているシ・デベ・ソナーレ・トゥート・クエスト・ペザ・デルカティシマメタギー・センツァ・ソルディーノ、この曲全体を非常に繊細に、そしてセンツァ・ソルディーノで、つまり弱音機なしでという意味になりますが、ここではウナコルダではなくダンパーなしで、つまりペダルを踏みっぱなしでという意味になります。当時のピアノではペダルを踏みっぱなしでも残響が少なく神秘的に響いたとも言われていますが、偉大なピアニストアンドラシュシフは現代のピアノでも同じように演奏すべきだと主張しており、実際そのように録音しております。とても興味深い録音なので、気になる方はぜひ聴いてみてください。しかしこの解釈には疑問があります。シフの素晴らしいペダリング技術をもってしても音が濁ってしまっていること。もしベートーベンが想定したのがハンドストップ式ペダルのピアノであれば、そのように演奏するのはまだ理解できますが、彼は膝上げ式のペダルのピアノを持っており、第3楽章の初版楽譜ではそれを駆使した細かいペダリングの切り替え指示が書かれております。とすれば曲全体を通してペダルを用いて、イコール濁っても踏み替えるなという意味にはならないのではないでしょうか。実際ベートーベンのこの曲の演奏を聞いたチェロにも低音に応じてペダルを踏み替えると指示していますし、ハンス・フォン・ビューロはセント・ソルディーノの逆の意味となるコンソルディーノでという指示を書いております。詳しくは大長編解説動画を作ったので、そちらでぜひご覧いただきありがとうございました。とこのようにですね、この特殊な指示をどのように扱うかということは、意見が分かれているものの、というか私が勝手に分けてるだけなんですけど、ベートーベンが書いたセンツァ・ソルディーノとコンソルディーノが、この曲においてはそれぞれ現代のピアノでいうとこのペダルを踏め、そして上げろという意味になるということは、すでに結論として出ております。それでありながら、実は先ほどの第3楽章の流した分、私が知る限りほぼ全員のピアニストが、ベートーベンがわざわざ書き残した指示を無視している場所があります。具体的には1802年にウィーンでジョバンニ・カッピ社から出版された初版では、163小節目から166小節目の4小節間が全てコンソルディーノ、つまりわざわざペダルを踏むなというふうにベートーベンは書いております。ちょっとその初版の指示通りに一回弾いてみましょう。こんな感じになります。いや、変ですよね。絶対ペダル踏んだ方が演奏効果高いですよね。それに劇的ですし。ちょっと踏んだ方の演奏をもう一回流してみましょう。さっきのやつですね。いや、変ですよね。明らかに演奏効果を損なっているように感じるのですが、奇妙です。そこで私は自らのこのでかくて重たい頭をフルに活用して考えてみたのですが、これはこのような意味に解釈することはできないでしょうか。実はこの直前にセンツァソルディーノ、つまりペダルを踏めって書いてあるので、この部分でのコンソルディーノはペダルを上げろという意味で、つまり踏み替えろという意味で、その後また踏むことを禁止しているわけではないと。どうでしょう。これなら、まあね、踏み上げてまた踏むことができると、そう思ったんですが、まあところがこのようなさじ絵は結局簡単に打ち破られることになります。ウィーン原点版の注釈によると、どうやらこの初版にはミスがあるらしく、実質譜やそれから後追いで初版と同じ年にボンド・ジムロック社から出版されたものでは、最初の163小節目にコンソルディーノ、つまりペダルを上げろという指示があって、その2小節後の165小節目にセンツァソルディーノ、再度ペダルを踏めと書いてあります。ちょうど以前その指示を守った演奏をしたのですが、その時の動画ちょっと流しますね。こんな感じです。なんということでしょう。再度踏むタイミングまでも指定されていたとは。つまり少なくともベートーベン自身の意思では、この4小節間の最初の163小節目と164小節目の2小節間の間は明確にペダルをなくしてほしいと指示していたことになります。でも、実際にこの指示誰も守ってないんですよね。ほとんど。不安に思った私はやってきました。こちら、ヤマハ銀座店。ヤマハの旗艦店でもありますし、ここの楽譜売り場を見てみて、そこで原点版としては、ウィーン原点版。ヘンデ版、それからベーレンライターの3つが置いてありました。他にも信頼度の高いオーセンティックな楽譜はあるかもしれませんが、とりあえずここで手に入るのが一般的に気軽に手に入る原点版ということにして、とりあえずその3つを見比べてみることにしました。その結果は、これがヘンデ版、そしてこれがベーレンライター、そしてこれがウィーン原点版。これはベートーベンの指示、つまりペダルではなくコンソルディーノとセンツァソルディーノをそのまま書いてありますね。いいですね。結論としては、この3つどれもが163小節目からの2小節間はペダルなしで、そして165小節目からの2小節間はペダルを踏むようにという結論に達しているようです。さて、原点版として統一された見解ではそのようになりますが、現状多くのピアニストの演奏を聞きましたが、この163小節目と164小節目の2小節間において、ベートーベンの指示を守ってペダルを踏んでいないという演奏を、私は聞いたことないんですよね。それはあんなに第一楽章でベートーベンの指示を守ることに固執してたアンドラス・シェフだったり、ベートーベンの奏法についての学術的に研究を進めていたパウル・バデューラスコーダの演奏も例外ではありませんでした。ただもちろん、多分守っている人もいるとは思うので、もし守ってる演奏がいたら教えてほしいのですが、そのような演奏は少数派と言わざるを得ないでしょう。さて、結局ではこの部分はどのように演奏するべきなのでしょうか。ちなみにベーレンライターではかなり細かく英語で注釈が書かれており、いくつかのモダンなエディションで163小節目にペダルを書き加えられているがとかありますね。ちなみにうちにあるのだとシュナーベル版と園田貴弘版は書き加えられてありました。注釈に戻ると、ただベートーベンは明らかにこの2つの小節を区別することを意図していると書かれております。それを踏まえた上でベーレンライターでは推奨する演奏方法なども少し書かれていますが、正直悪あがきのように取れるものですし、私には推奨される方法としての結論は出せませんね。だって明らかに多くのピアニストのように163小節目からの2小節間もペダル踏んじゃった方が演奏効果が高いですし、劇的に思えるからです。だからでしょうか、私はこのベートーベンの指示を明らかに無視している多くの素晴らしいピアニストを非難する気にはなれないんですよね。例えばバレンボイムやホロヴィッツの演奏がそれ自体がね、もう素晴らしさの基準としての権威を持っているからというのは置いておいても、実際に彼らの演奏が本当に素晴らしくって、で人を感動させる強い力を持っていて、でそれを多くの人が楽しんでいるのに、その演奏は楽譜通りでないから正しくないなんて主張することは大した意味はないでしょう。それに以前この曲で一度ベートーベンの意思をできるだけ汲み取って、そして彼自身の演奏を再現するっていうのを目指したことがあるんですが、リンクは貼っておくのでこの辺に見ていただきたいのですが、現代のピアノでやるとおかしなところも多くて、一つの実験としては価値があったと思いますが、音楽として大成功とまでは思える演奏ではありませんでした。正しさを求めた結果、必ずしも魅力につながるとは限らないというのも、またこれも発見ですよね。私たちはついつい正しい演奏を求めがちですよね。ここはこうやって弾くんですよとか、こうやるのが正しいんですとか。ただ結局楽器も価値かも何もかもが違う時代を生きる私たちが、過去の作品を完全に正しく理解するのは不可能で、その上で演奏するときには様々な解釈や選択を行うしかありません。最終的に何を優先するかという話なので、その選択は誰かから見れば正しくとも、また別の誰かから見れば必ず間違って見えるものでしょう。ただもし音楽家を名乗るのであれば、その選択についてはきっと責任を負わなくてはならないのでしょうね。月光ソナタについてもう何度目かって感じですけど、これだけ深く勉強したのは本当に私にとっては特別な経験となりました。その上で自覚したのは、結局私たちの演奏は私たちの誰かによるものに過ぎなくて、別に正しくもないし、誠実にできるだけ作曲家の意図を再現しようと努力しますが、それでも絶対に完全に忠実に再現したものにはなり得ません。そんなものがあったとしたらそれ錯覚ですからね。でも、演奏家なりに精一杯考えて選択したものなので、それぞれの選択が演奏家としての仕事の成果でもあります。なので皆さんも少しでも気に入る人がいれば、その人の音楽を楽しんでいただければと思います。もちろんその一人が私だったらすごく嬉しいですけど、それはどうでもいいことで。ご清聴ありがとうございました。こんにちは、西義樹です。本日は私の動画をご覧いただきどうもありがとうございます。現在私は音大の副科ピアノやプライベートでのピアノのレッスンをしながら演奏や伴奏の活動をしているものなのですが、YouTube に関しては何というか以前は演奏会とかの記録置き場だったんですよね。ただ見ていただいた方ならわかるかもしれませんが、私は多少音楽オタクの部分があって、そんな私のオタク的な演奏会を見てくださった方からそれを動画にしたらという助言をもとに、最近は60回払いで分割で買ったパソコンで自分で簡単に編集してアップロードしていました。エンタメ要素もそんな少なくて、自分の興味のあることだけをダラダラ垂れ流しているので、見てくれる人がいるのかなって不安だったんですが、それが少し前から想像してたよりたくさんの人が見てくださるようになりました。登録者も1000人もなんと超えてね、自分の演奏と、あと日頃から考えているよしな仕事を受け取ってくれる人がこんなにたくさんいるんだっていうことは、何かを表現する人間としてこの上なく幸せを感じることでもあります。私の動画をご覧いただいている方、それから登録してくださった方、本当にありがとうございます。あと、一番驚いたのは反応という部分で、本当にね、こんな自分の興味のあることだけを扱っているところですっごいたくさんの人がコメントしてくださったことです。コメントは、素直に私の意見に同意いただいているものから、私が知らなかったことをたくさん書いてくださって、逆にこちらが勉強になってしまうものとか、またあくまで私とは違う方向性のため、全く意見が合わないっていうものももちろんあるんですけど、本当にいろいろな意見がありますが、そのどれもが私の動画にお付き合いいただいている証拠なので、本当にありがたく思っております。いや、なんつうかね、本当にね、いろんな視点から見た、てか思わぬ視点からも見たね、たくさんの意見があって、ある意味動画より勉強になる場合もあるんじゃないかなと思うので、皆さんもよかったらちょっとぜひ見てみてください。つまり何を言いたいかというと、見ていただいて、そしてチャンネル登録していただいたり、コメントとかまでしていただいて、ありがとうございますというお礼のお話です。本当にモチベーションにつながっておりますので、また何か作るつもりなので、その時はご覧いただけると嬉しいです。また、日々合間を見つけてレパートリーを増やすべく、鋭意練習中ですので、それの結果として演奏会も予定しております。演奏会の時もね、ピアノだけでなく、動画と同じように普段からこう話しながら、シナリオに合わせたプログラムを作って、音楽とお話を一緒にやってるんですけど、次の演奏会は11月12日に渋谷で行う予定です。ベートーベンのハンマクラビアだったり、リストのマゼッパだったり、いろいろ弾くので、詳しくはチャンネルのコミュニティに貼ってあったり、あと各種 SNS で告知しているので、ご興味のある方はぜひご連絡ください。それでは本日もご覧いただき、どうもありがとうございました。ピアノとお話は私、西義樹がお送りいたしました。